Hello. Hello everybody, this is Lazy Days. I'm George Cockle. でもね、花粉症ね、大変ですよ。もうこのマスクしてると、なんか花粉にいいって聞いてんだけど、全然関係ないね。Anyway, 今日はまた一人なんで、ちょっとマスク外してやります。Alright, 今日は I wanna talk about Norah Jones. Ready?All right, here's Lazy Days, and here we go! Okay, もう何年か前ね、もう10年以上かな、ノラ・ジョーンズがデビューした時にさ、誰かが僕にノラ・ジョーンズのアルバムくれたんだ、CD だったんだけど、彼女の1枚目かな。それをもらって俺聞いて、なんかつまんないなと思って、ポンってゴミ箱みたいなところにちょっと放ってたのね、事務所のね。それが何年後に俺アラスカ行って、なんかのどっかでバーかなんかでな、テレビにノラ・ジョーンズのミュージックビデオが流れたんだ、どんどん湧いてやつ。その時にわあ、これ最高だなと思って、アラスカで CD 買って日本帰ってきたんだよ。そして机に座ってその CD をね、コンピューターに入れて聴こうと思って、やっぱビニール取るじゃん。ビニールを買ってパッてゴミ箱入れようとしたら、そのゴミ箱に俺が買った CD 同じやつが入ってたんだよね。だから音楽っていうのは、その最初聴いた時のムードやシチュエーションも大事だなと思ってね、今はもう大好きになったんだけど、すごいね、あの人は。ノラ・ジョーンズって日本ではジャズっていうのでやっぱデビューしたんだよね。でそのレーベルがジャズだからだと思うんだ。で彼女は全然ジャズじゃないんだ。で今日彼女のいろんな音楽をここでやろうと思って、話しましょう。最初はプッシンブーツっていうバンドのダウンバイザリバー、それは次のは彼女また違うバンドやってリトルウィリーズのフィストシティ、それ次はグランパーソンズのウーラスベガス、これは話しますけど、それからウィリー・ネルソンと歌ってる Baby It's Cold Outside、でやっぱり最後には Come Away With Me、 彼女のねいい曲を聴いて お別れしようかなと思って。彼女はソロでたくさんやってるけど、カントリーでも活躍してるのね。で彼女もともとテキサスの子だから、彼女のお父さんラビシャンカが前言ってたのは、彼女はインド人じゃない、あの人テキサスの子だよって言ってた。でもテキサスで生まれ育ったから、テキサスのカントリー生まれたのかな、それでテキサス住んでてカントリーを好きで、彼女のバンドプッシンブーツっていうのがあるんだけど、それは女の子3人組で、でジャケットを見るとみんなカウボーイブーツ履いてるのね。でもプスっていうのは、プッシンブーツっていうのは猫のキャラクターがいるんだね、アメリカ、あれイギリスかな、昔からのストーリーで、そのキャラクターの名前がプッシンブーツっていうの、ブーツ履いてる猫なの。プッシーって言葉があるんだ、プッシーって女の人のあそこのことのことで、それにかけてプッシンブーツじゃねえじゃないかなと思うんで、ね、彼女もそれ真面目なジャズシンガーなんてイメージあるけど、彼女は例えばテッドっていうエロいぬいぐるみのクマの映画にも出てて、それは テッドが振っちゃったちょっとセックス好きな女の子みたいな感じだね。そういうキャラクターもやるんで映画で。だからドラジョーですごいヒューマーのセンスがあるから最高なんだよね。でこのプッシンブーツと面白いのは、ドラここでエレキギターなんか弾いてて、ニール・ヤングの「ダウン・バイ・ド・リバー」ってやるんだけど、もうニールたちがやった「ダウン・バイ・ド・リバー」ってクレイジー・ホースっていうバンドだから、そんな綺麗にうまいっていう感じじゃなくて、独特な味持ってるバンドの、それをノラ・ジョーンズがカバーしてて、その
いいか悪いかめちゃくちゃなちょっと変わったギターソロなんかあるんだけど、それを完璧にコピーしてるその変なギターの弾き方もわざとノラ・ジョーンズやってんだよね、このバンドで。だから本当にニール・ヤングのこと大好きなんだなと思って、もうニール・ヤングカバーしたらもう完璧に、もう完璧にカバーなの。変なギターソロもカバーしてるの、すごいなと思ってね。だからノラ・ジョーンズ自分の曲っていうより人の曲を歌うのが上手くて、で彼女の声だったら何歌ってもあのかっこよく聞こえちゃうんだよ。だから前あのアルバムでも自分のバンドのメンバーの人の曲を1曲ずつ歌ってて、で大した曲じゃないんだけど彼女が歌うといい曲になっちゃうのよ。そうするとメンバーたちもちゃんと印税が入るんだよね、うん、出版の。だからそれは優しさでやってるんじゃないかなと思ってるんだ。でもう一個彼女やってるバンドは Little Willys っていうバンドは、なんかアメリカのスタンダードのカントリーやそういう曲をカバーするためにできたバンドで、ロレタリンっていう人の Fist City っていう曲もカバーしてんだ。 If you don't wanna go to Fist City better be to around my town。 で Willys もちょっとね、これウィリー・ネルソンのウィリーもあると思うんだけど、Little Willy っていうのはあの実は男の人のあそこのことなのよ。だからちょっとノラってさ、プッシンブーツはプッシーでしょ、で今度 Little Willy ってウィリーズでしょ、この人何考えてんのと思うんだよね最高だよね、そういうことを考えてできる女の子って。でも Little Willy は彼女だけなんで、女子だから、あの聞いてると彼女はコーラスの時だけの時もあるし、あのメインを歌う時もあるんだけど、メンバーバンドのメンバーの一人って感じでやってるんだ。そこも2枚出してるんだけど、やっぱりすごくいいよね。カントリー彼女すごい好きだっていうのは、あのライブ一回行った時にね、もう2005年ぐらいかな、行った時にあの最後のアンコールがグランパーソンズなんだよ。グランパーソンズの Ooh Las Vegas っていう曲ね、もうほんのドカントリーねでもライブ見に来た人はきっとノラ・ジョーンズジャズだと思って、あちょっと早いジャズだと思って聞いてたんじゃないだってあのノラ・ジョーンズの客でそれほどグラン・パーソンズという人のことを知ってる人とあまりいると思えないんだ。でもそこで彼女はそのグラン・パーソンズの曲をガーンってやるっていうのはやっぱりカントリーのリスペクトだよね。ちょっと彼女は日本来ると残念ながらこのプッシンブーツやリトルウィリーズの曲はやんないのね。やっぱそれは違うバンドだから。だからソロのアルバムに入ってる曲やるんだけど、そして最後見た時かな、あの武道館で最後にはあのアンプ使わないで一本のマイクの前にみんな立って弾いて歌ったの。すごいよ、武道館でも聞こえるんだもん、そういうでっかい PA 通してなくても。すごいなと思って。彼女はミュージシャンとしても素晴らしいし、やっぱりそのオーラがあるし、だステージ見ると最高ですよ。もう皆さんぜひもし来たら行ってください。でも僕は実はプッシンブーツかリトルウィリーズ来てほしいんだ。でもそっちの方がねちょっと僕は好きなんで。彼女もウィリー・ネルソンの曲をカバーしてて、もうウィリー・ネルソン大好きみたいなんだ。やっぱりテキサスの人はウィリー・ネルソン神様みたいなもんだから、もう大好きなんだみんな、ウィリーのこと。昔ウィリーがテキサスでパクられたことあるんだけど、そのウィリーをパクった警察の人、マリワナでパクられたんだよウィリーね。その警察の人は出生ないよってみんな冗談で言うんだよね。テキサスでウィリーを捕まえて、お前出生できると思ってんのかって言われたみたいな、ね、ウィリーで一緒にやってるのはこれはジャズスタンダードで、でウィリーはカントリーの人ってみんな思うけど、実はウィリーもジャズスタンダード歌わせるとすごくうまいんだよね。これは Baby It's Cold Outside。 I really can't stay. Baby It's Cold Outside。 男と女の会話の曲なんで、ちょっとロマンチックのとこあるんだね、優しく言えば。それがウィリー・ネルソンと一緒にやってるやつ。でもノラ・ジョーンズやっぱり日本で一番売れたのはあのソロのアルバムだから、ここであのソロのアルバム聴きましょうか。この間何年か前にハッピーピルスっていう曲も出してさ、ハッピーの
ピル飲めばハッピーになれるって、これこの人ドラッグも好きなのかなと思っちゃうんだよね。さ、ハッピーピルズですよ、ハッピー薬。なあ、変わってる女の子だよね。で、ここではやっぱりヒット曲の一つ行きましょう。 This is Norah Jones ね、 Come Away With Me って曲です。 Come Away With Me In The Night、これ全部湘南ビーチで聴けますから、みんな聴いてくださいね。 Alright Lazy Days Today is Norah Jones Day。 登録お願い。